はじめまして、おはようございます。ふめいです。ほい、どこまで進んだっけ。普通に探索だっけ。はっ、全員一歩前進、ニラフテアレラ。ニラフテアレラ。前進すると何ぬりへといれろりぬりへといろり合ってる。ぬりへといろり。お、合ってた？冴えてる。おや、何の音だろう。お、蓋が開いたぞ。中に何か入っているわ。杯の頭。杯みたいだけど、足の部分がないね。とりあえず持っていくとするか。これは？わからん。これが骨か。これが前といたあれか。これ。わからん。ロープの代わり。電力。何かが置けそう。とりあえず調べたけ。杯みたいに下に何か取り付けられそうや。とりあえず持つだけ持って置くだけ置けない。ダメか。ろうそく。こんなところにろうそくがあったの。火をつければまだ使えそうね。持っていきましょうか。ろうそくね。ろうそくね。火をつければまだ使えそうよ。おう、これと組み合わせ。マッチでろうそくに火をつけよう。ははー、これでいつでも火が使えるとか、そういう感じ。でもさ、火つけたらろう溶けるよ。火をつけたろうそくね。これならしばらく持つはずよ。火ね。火。違うか。火？
違うかも何も持ってないし。この火のついたろうそくを立ててみたらどうかな。お？あ、照らされたところに文字が現れたよ。歯じゃないのか。7、3、6、9、4、何かの順番を表しているのかしら。7、3、6、9、4、数字の上の丸は何なんだ。調べてみるか。お、押し込めちまったぞ。下の方から音がしたよ。調べてみよう。7、3、6、9、4。7。お、このボタン押せるようになったみたいだぞ。さっき上で押した丸い部分が解除するボタンになっていたのかしらね。押せるようになったのはいいけど、問題は押してどうするかだよね。7、3、6、9、4だっけ。毎回会話挟んでくるからわからなくなる。お、お、何の音だ。扉が開いたみたいだね。ん？足元に何か落ちている。何かの部品？これ杯の下じゃない？何だろう、何かの部品かな。それよりも今この先を調べてみようぜ。そうね、外に繋がる道があるかもしれないわ。そんな、行き止まり？くっ、やはりここもダメか。いいえ、決めつけるにはまだ早いわ。この中央の穴の近くに来て。ヒューヒュー。ほら、向こう側から風が吹いてきているの。この奥にまだ通路があるってこと？わかったぞ。これをパンチで殴り壊すわけだ。はい。ええ、つまりこれは後から作られた壁なのよ。確かに、そう言われてみれば他の壁よりも脆い石質かもしれない。とはいえだ、いくらなんでも素手で破壊するのは無理がありそうだぜ。すみません、パンチとか言ってすみません。この壁を壊せそうなもの、それを探しに行こうよ。で、これだ。調べる。こいつは何なんだ。何かを取り付けられそうな溝がついているね。はい。この二つ、もともとは一つのものだったんじゃないかしら。ははー、杯を組み合わせたものだよ。何かを入れられるかな。入れるのか。ちょっとどこに置く、どこかに置くみたいな使い方しか考えてなかったけど、そうだよね、杯といったらそもそも何か入れるやつだよね。水でも入れる。はい、ここなら水が汲めそうだね。壁だな。じゃん、調べる。杯に水を入れたものだね。それなりの重さがあるよ。重さね。はい、天秤。今は測る必要なしと。ん？あ、待って、持ってないんだっけ。持ってないし必要はない。お、あ、さて、うまくいくだろうか。おっと、柵が閉まったぜ。やったね、大成功。え、何が、ちょっと何が成功なのか分かってないんだけど今。そばの扉も開いた。この仕掛けと連動していたの。よし、次はそっちを調べよう。
中が真っ暗じゃねえか。このチェーン電気のか。え、電気のなの、そのチェーン。っていうかチェーン消えたんだけど。わ、チェーンが取れちゃった。カジノがバカ力で引っ張るから。うっせえな。でもこれ何かに使えそうよ。はい、紐のようなものも手に入りましたね。で、壁には何か書いてあると。あ、これか。地図なのかな。作戦時の反応、配備を示すものかしら。こんなところにあるからには。何か意味がありそうだよね。艦の配備を示した地図みたいだぜ。普通のチェーンだな。かなり丈夫そうだ。これをどこで使うんだっけ。紐、これなんだっけ。あれ、どこで使うんだっけ。どこで使うか忘れてしまったのだけれども、これだっけ。違うな、これは電気だ。これか。切れたロープの先端にこれを取り付けてと。あとは彦道にバトンタッチ。たく、引っ張ればいいんだろ。そら、やった、動いてる動いてる。あ、これで電気が通ったってこと。ちゃんと動いたみたいだね。お疲れ、カジノ。頼りになるわ。体力自慢ポジションの仲間の一人はいた方がいいのね。お前ら、俺のことを雑に扱いすぎだろ。他にもカジノくんはね、運があるからね。箱は動いているようだね。調べてみよう。軽くめまいが。電子機器っぽいのを見ただけでこれかよ。なんだろうこれ、マス目状になってるけど。手元の操作盤で何かを入力できるようになっているみたいだね。これは誰だっけ。第4版の日付が違うな。とりあえず全部メモる。違う、テキストス、6月28日第4版の2、北1、西2。スピードを戻してと。あとどこだっけ。どっかにあったよね、これか。これか。ちょっと順番逆になったけどいいや。ここに書こう。違う、これを書こうとしたの。そうなる。で、そこ書けないの。あ、間違えた。あ、間違えた。消しちゃった。じゃあ27からいこう。こう来て、こうで、こう、こう、こう、
店を変えた方がいいかな。違うな、ちょっとずれた。まあいいや、わかればいい、自分でわかればいいや。おう、ここね。で、ここね。3 1 4 2、わかるかこれ、自分でわかるか。でだ、28。なるほど、4班のみってそういうことか。北1西2で、これの味方ってどうだっけ、どっちが北だっけ。とんがってる、ん、とんがってる方が北でいいんだっけ。東西南北だから多分上が北でいいんだよね。味方合ってるよ。でなんだっけ、あれどれだっけ。こっちだっけ、違うな。ここの壁をどうにか壊せれば隠し通路に出られると思うのだけど。さすがに素手は無理だな。何か使えるものがないか探そうぜ。あれどこだっけ、あれどこだっけ、これだっけ、これだっけ。あ、これだ、これこれこれ。1から順でいいのかな。まず1がこれ。あ、左のランプが点灯したよ。なるほど、特定の位置を選択して正解なら点灯するのか。このまま進めていこうぜ。リセットされたのか。これ1回ごとに正解かどうか教えてくれるんですね。わかりやすくていいな。間違えるとリセットされちゃうのかな。もう一度試してみよう。この位置で合ってるみたい。で2、で3、でラストが4がここなんだけど、東西ここかな、どこだっけ、ここかな。やった、これで全部点灯したね。これで解除されたみたいだな。ふう、ようやく終わってくれたわ。中身は刀か。どうしてこんなところに。折れてる。でも刀身が折れてしまっているわね。それにこれ模造刀みたい。飾る用のものだよね。なるほど、切ったりはできないってことだな。どうすんのこれ。折れた刀だね。くっつけ直すことはできないかな。どうやって。
なんかくっつけるようなものあったっけ？刀をくっつける。この刀はここに置いてあったものじゃないかしら。それっぽいけどよ、折れたままじゃ置けないぜ。火で。このろうそくのろうを使って刀をくっつけられないかな。うまくいくといいけれど。折れたところにそーっと。なるほど、そうきたか。お、意外とうまくいったじゃねえか。そんなに強く結合したわけではないけど、置くくらいならできそうだね。ローで固定した刀よ。振り回したりはできないが、どこかに置くぐらいはできそうだぜ。はい、じゃあ置いてきましょう。この刀はここに置いてあったものじゃないかしら。とりあえず置いてみるか。おお、下の蓋が開いたね。爆発物注意。箱があったけど。爆発物注意。爆弾でも入っているのか？爆弾って。だが、これを使えば、あの壁を壊せるんじゃないか？確かに。危険は伴うけど、背に腹は変えられないわね。よし。それじゃあこれを開けて。ん？この箱、開けるところがないよ。本当ね。どこからも開かないわ。その代わり、ちょっと見覚えのあるこう回すものがついてるね。ってことは、わかるの出番か？そういうことなら任せて。分解、始めるよ。さあ行ってみましょう。取り扱い中。あ、これシールだったんだ。ああ、上の画面見るとそうね。はい。中にはまだ蓋がついているぜ。これは、正面しか見なくていいのかな。特に横とかは見る必要がない。無反応。なんか反応しようよ。ここには時計が4つついているね。そっかそっか。時計の形に彫ってあるんではなく、実際に時計なのか。これ針を動かせるわけね。でもどれも動かすことはできないよね。動かせないのね。了解。ほんと3時21分を1時7分6時57分を2時19分こっちの時計は12時39分で止まって動かないようだ。じゃあ動かすのはこれってことか。3分の1か。3、3、1、
そうね、3で割った数字になってるんだ。 OK、 理解。だから4時12分違う13分4時、これ違う、4時13分。はい、これはいい手応えね。これで蓋が外せるようになってるかな。外していこう。おいおい、まだ蓋がついているのかよ。今度は星がたくさん描かれているようだけど、これまた謎が隠れていそうだね。とりあえず回してみるか。ああ、なるほど。いや違うか。とりあえずじゃん。結構めんどくさいなこれ。めんどくさいな。緑の星が9個描かれているみたいだ。ここには赤い星が9個描かれているわ。黄色の星が5個描かれているよ。これだいぶめんどくさいやつじゃない？ねえ。ねえ、だいぶめんどくさいよね。これさ、うまく囲めなくない？囲める？なんとか囲むことはできるか。とはいえ。ここには色のついていない星が描かれているよ。はい。星の数。3、6、9、12、15、21個ある。18プラス5、星の数は合わないかな。わからない、何これ。わからない。やり方だけ教えてほしい書道。星を囲もう、どうやって。ここには星がたくさんついているよね。緑の星が9個、赤い星が9個、木の星が5個囲まれているよ。中央には同じ色の線がついているぜ。この線を使って星を囲めばいいってことかしら。例えば
赤い線で囲った中に星が9個あればいいんだな。緑、赤、黄をすべて満たす形にしないとダメなのかもしれないね。まるでパズルだね。惑星にも注意して星を囲んでみよう。考え方はそれでいいんだろうけど。あれ、そういえば中央の星は21個なのに、色付きの星は緑9、赤9、黄5で23個だよね。確かに数が合わねえな。同じ星を異なる色で囲むと両方の色でカウントされるのかしら。一つの星でも赤と黄で囲むと赤1、黄1とカウントされるってことだね。難しくない？難しくない？赤い線の中に星を9個、緑の線の中に星を9個、黄の線の中に星が5個入るように回していこう。上段で黄色、中段と下段で緑、すべての段を使って赤ができそうだな。上段で黄、中段で緑、すべての段で赤。君ら頭の回転早すぎない？とまあこれをね、次回やっていきましょう。はい、とまあそんなこんなで今回はこれにて終了とさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次回遊んでいきましょう。じゃあね。